こんにちは、キダゴチャンネルです。今日はね、自宅からお届けしようと思っています。なんで自宅からかというと、まあ今こういう時期でなかなか外にも出れないですし、自宅にいらっしゃる方も多いと思いますが、僕も結構自宅にいることが多くて、結構ね暇なんで、自宅のこう物の整理とかしていたら結構面白いものが出てきたんで、まあ、今回はまあお宝アイテムとは言わないですけど、まあ自分のね結構思い出のアイテムなんかを紹介していきたいなというふうに思っています。でまず最初にこれです。これ何かというと、僕の初ホームランの時のボールですね。プロ6年目で打った初ホームランのボールです。でピッチャーは当時ロッテの清水尚さんがピッチャーだったんですよね。この試合ね、結構2打席目にホームラン打つんですけど、まず1打席目からちょっと流れがあって、1打席目に初球だったと思うんですけど、カットボールだったかな、ちょっと抜いた球が来たんですけど、それをジャストミートしたんですよ。ジャストミートして結構会心の当たりで、あ、これいったなと、これようやく俺初ホームラン打てたなみたいな感じで余裕でちょっと走ってたんですよ。なんせもう会心の当たりで飛んでったんで、そしたらこれねフェンチョクだったんですよね。で慌ててこう2塁まで走ったっていう感じだったんですけど、これ何かというと、要するに一応僕もプロなんで、まあファームでも結構ホームランも打ってきたんで、ホームランの感覚って大体わかるんですよね、打った瞬間で。そのホームランの感覚があって、でなおかつね、当時の市民球場ですよ、レフトライト両翼が91m で、センターに至ってはまあ 115m ぐらいだったんですよ。もう激狭ですよね、今で言うと。これが名古屋ドームとか札幌ドームだったら、まあちょっと心境も違うと思うんですけど、まあ、12球団一狭い球場で打った感覚もよく、これちょっと打ち上げたホームランだなぐらいの球場だったんですけど、それがフェンチョクだったんですよね。この時のね、なんていうか、このショックというか、何やみたいな感じが結構強かったのが、その1打席目ですよね。2打席目なんですけど、カウントは0ストライク2ボールで、カウントが2ボールだったんで、目付けは外の結構甘めに、目付けして、ここ結構ストレートでハリハリで一発狙っていくぞぐらいの感覚で待ってたんですよね。来た球は外甘の、多分ねそれもカットボールだと思うんですけど、カットボールなんでちょっとね抜かれたんですよ。前に出されたのか、ちょっと抜かれたのか、ミートがずれたんですよ、ね、だからジャストミートできなくて、でも打球の方向的には悪くなかったんで、できたら外野越えてくれよぐらいの感覚だったんですけど、これがね、なんか思いのほか伸びちゃって結構飛んだんですよ。でオーバーフェンスでホームランっていうのがホームランでした。あれが入るのみたいな感じでダイヤモンド一周したのをすごい覚えてます。初ホームランで嬉しいみたいな、よっしゃーみたいなガッツポーズというよりは、なんかまあ1打席目の流れもあったんで、あれがいっちゃうんだみたいな感じで一周回ってましたよね。これが初ホームランの時の思い出になります。はい、続いてはこちらになります。これは僕のプロ初のサヨナラヒットの時のボールです。でこの6月11日対オリックス戦、岸田選手から打ったボールと書いてありますけど、岸田選手は結構ねファームの時から対戦も結構してきて、球のスピードだったり変化球の軌道だったりっていうのは結構ねイメージできてたんですよね。なので、この1軍で初対戦でしたけど、すごい悪いイメージはしなかったです。まあイメージできてたんでっていう感じで打席立ったのをすごい覚えています。でこの時の交流戦ってカープ本当にチーム調子悪くて、本当言い方悪いですけどすごい弱かったです。で交流戦の中旬ぐらいか、札幌遠征行った時に、ブラウン監督から緊急ミーティングの連絡があって、本当全員もうスタッフから全員集合して札幌のホテルで、緊急ミーティングが行われたりしてました。もう内容はだからこのチームの状況をどうしていくかっていうのがお題で、結構みんなね結構議論したりしてました。当時、前田さんだったり新井さんだったり黒田さんとかがいて、結構ね熱い議論みたいなのがやってましたよね。で僕はまだカープ入団してトレードで
まだ2週間ぐらいしか経ってなかったんで、本当隅の方で黙ってポツンと聞いてたんですよね。この試合は、その札幌遠征で緊急ミーティングがあって議論し、みんなでこう熱く語った後の次のカードだったと思うんですけど、結構ね、まあ、みんな切り替えもうまくできてたし、この日の試合本当気合入ってました。試合なんですけど、本当9回の裏ですよね、2アウト1、3塁かな。その時に初球ね、ストレート来たと思うんですけど、岸田選手の初球がめちゃめちゃ速かったんですよ。もうそのファームの時と対戦したイメージ もちろん、まあね、違うと思いますけど、イメージより全然速くて、あれこれやばいぞと初球見ただけで、まあ普通のタイミングで打ちに行っても絶対これは前飛ばすことできないなっていうのが初球の印象でした。なので何したかというと、まあプロって結構ね、こういう状況ではこういう、引き出しがあるっていうか、こういう時にはこう、こういう時にはこうって結構ね、相手に合わせて臨機応変に打っていくんですよね。だから一つのスイングではなくて、結構臨機応変に対応していくっていう、まあいろいろみんなこの引き出し持ってる、引き出し多い方が有利だって結構言われてるんですけど、岸田選手のストレートがイメージより全然速かったんですよね。なので僕はどうしたかというと、普通に打つと絶対これ詰まって前飛ばないなっていう感覚があったんで、どうしたかというと、手をね先に出すっていう打ち方をします。もう体回さない、手だけパン、手だけで後で回るって感じですかね。手が先、体が回って最後何、体が回って手が出てきてヘッドがブンって走るんじゃなくて、最初にブンって走らせて最後体回るみたいな、これね僕の結構ね、まあ、引き出しの一つなんですけど、そういう早い時にはこうするぞっていう引き出しがちょっとね、そこで使ってみようと思って、2球目にちょっと 手が先だぞみたいなイメージで打席立ちました。ボールはインコーインハイ気味かな、ちょっとイン甘め、ちょっと高めに来て、で本当早かったです。手が先にパンってパン、こんなイメージ打ったらレフトの方飛んでって、レフト、まあ、ヒットだったんですよね。これは本当にね、いろんな引き出しをファームでね、練習しといてよかったなと思う打席でした。このサヨナラヒットをきっかけに、まあなんていうかトレードできて、まあ1回立たないうちですけど、チームメイトとなんかさらに打ち解けたというか、あとは広島ファンの方たち、広島県の方たちにやっと認められたかなっていう、結構このターニングポイント の試合になったと思います。この年は5月21日かにタイガースからトレードでカープに来て、まあ、記者会見した翌日にはもうスタメンでね、チャンスもいただいて、だから初ホームランとサヨナラヒットってこの1ヶ月間でね体験させてもらって、本当に濃密な1ヶ月になりました。これがこの時の思い出になります、はい、というわけでまたね、何か思い出のアイテムが出てきたら紹介したいなというふうに思っています。今回は以上になります。